皆様方いかがお過ごしでしょうか。ブロガーのフォトコクーでございます。私は先般西武新宿線は新宿駅におきまして、ドラえもん号に会うことができました。全くもって嬉しい限り、大感激でございます。未来に向かって出発進行、ドラえもん50周年記念ということで、ラッピングの、電車っていうことですね。運行期間は2020年10月8日、去年の10月から当面の間というふうに伺っております。50周年っていうのはでも偉業ですよね。半世紀ですか。去年がちょうどドラえもんの50周年にあたってたということなんですよね。車内はすべてドラえもんで、こう彩られております。背もたれですとか袖仕切りでしょうか。あとマナーステッカーというのが車内に貼り込まれているということでございました。勉強になりますよね。やはりマナーっていうのはとても大切なことなので、マナーをドラえもんさんから教えていただいているというようなイメージなんでしょうか。ささやかながらに映像をアップいたしましたので、お楽しみくださいませ。それではまた。ブロガーのフォトコクーでございました。失礼いたします。